どうも、真面目にマフィンです。お願いします。積み上げたものぶっ壊さず、いつしか月へ届きました。素敵。ハグしちゃう。かわいい。これ、すごい、全力少年がいたよ。28歳の全力少年がいた、ね。ジェットコースターって怖いですよね。ジェットコースター怖いですね。僕も苦手なんですよ。でもね、今日頑張って克服したいと思います。よし。あ、ここか。新しいジェットコースターって。うわ、怖そうだな。これに乗ればいいんだな。よし。よいしょと。ガシャン。ああ、降りてきた。カタ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 。あ、来た。カタカタカタ。うわ、これ。カタカタカタ。結構高い。カタカタカタ。いや、何が怖いかってさ、カタカタ。ジェットコースターが落ちる時のあの、キュッて、心臓がキュッてなるやつね。あれがすごく嫌。あれが怖いんだよね、もう。慣れなくてな。もう。あ、怖い。そろそろだな。あ、心の準備がまだできてないよ。怖い。いつまで上がるの、これ。いつまで上がるんですか。月ついちゃうよ、これ。どんだけ登るの、これ。いや、待って、長すぎないねえ。ヤオイさん、ヤオイさんいます。オカルト研究家の人は誰か。これ何かの陰謀です。 NASA ですか。 NASA の人、 NASA の人、宇宙飛行士は虫歯があると慣れないと聞きます。僕ありますよ。あ、このスピードで、このスピードで下るの、生殺しすぎる。やった。何で、間もなく写真ポイントへ入ります。え、写真撮るんだ。やだ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 、こんな状態写真撮られたくないよ。やだよ、やだやだ。写真用の顔に変えます。なんで顔変わっちゃった。なんで俺外国人の顔で写真撮られるの。いや、こんなジェットコースターないよ。もういいよ。どうもありがとうございました。